します。先生お願いします。はい。はい。高一かい。ああ。今ね、お父さんがね。親孝行したい時に親はなしなんて思わない。俺はあんたみたいな生き方したくないんだよ。褒められたことも話をしたこともなかった。親父は俺のことが嫌いだったし、俺も嫌いだった。あれから一度も帰らなかった。お帰り。はい。お前に何がわかる！何にも話さなかった人だけど、私にはわかるの。お父さんは世界中の誰よりもあなたのことが好きだった。小さい頃一度だけ親父と一緒に来たことがある。親父はただ黙って遠くを見てた。今ならわかる。見てたんじゃない、見守ってくれてたんだ。
じゃない。みんな